1月24日するかもしれない2022稽古が始まって2日目でございます。2日目引き続きおすぎちゃんにも登場していただきます。よろしくお願いします。はい、そしてですね、2日目にもかかわらず、なんと音楽の俺のグラフィティさんが来てくれました。俺のさんです。おはようございます。よろしくお願いします。まあ、2日目にも来てくれて、その場所で音楽をもう、今ギターもありますからね、ギターをこう弾きながらとかなんかやってくれるんじゃないかなっていう予想をしております。それでは、今日も稽古を始めたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。お願いします。まずは前回つけたミザンスの確認から。なんか飲みます？あ、そんな気にしないでください。なんかビールぐらいしかないんですけど。代役の杉山さんはノンストップで台本の半分にあたるページまで動きを続けました。気品あふれるその美しい娘に、ご敬愛。おすぎちゃんすごいね。いや、結局、あ、繋がっちゃった。すごい繋がっちゃったね。半分通ったね。稽古は順調に進みます。並行してオレノさんが作った音楽を確認することに。ほんとにちょっとだけ、ちょっと華やかな幸せが始まりましたっていうのが強すぎるのかな。でもピアノの強いタッチな問題な気もする。それで、そうなんです。たぶん古いピアノにしたことで圧迫が強くなってるんで、そういうことか。それは結構でも、それを作ってるピアノで捕まってますね。もしかしたらね、古いピアノにこだわらないっていうパターンがある。一つ一つ音楽を聴きながらイメージをすり合わせていきます。1月の26日、4日目ぐらい。本日もおすぎちゃんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そして今日から音響の堀江さんが来てくださいました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はですね、つるかもしれない2022の台本のあるパートの部分を作ろうと思っています。どんなことになるんでしょうか。この日はオレノさんの音楽と堀江さんの効果音、小沢さんの動きとがシンクロするあるシーンの稽古です。その創作過程を少しだけ覗いてみましょう。全部違和感のあるものが最後一つのものみたいな。どんなシーンなのでしょう。その全貌はぜひ本田劇場で。今の4分で撮影してもらっていいかもしれない。ちょっと長めにもらって、うん、もうちょっと解釈、ずっとなんていうので新しく足したシーンなんですけど、昨日やってみて30ページから32ページをカットしようかなって考えて早速結構甘い稽古が進む中で小沢さんの書いた台本も変化していきました。懐かしいなこれ。こうなるんだよ。ミッティさん、今日は何の作業をする日ですか？はい、今日は大切な録音でございます。はい、これがもう僕の本番です。谷山博一さん。ああ、そうですけど。よかった。
あの突然こういったお願いをするのは失礼かなとも思ったんですけど、はい、もちろんやめようとは考えたんですよ、はい、考えたんですけど失礼とか無礼とか気にしてる場合じゃないなって思って。一人芝居である鶴かもしれない、声だけで登場する人物や語りの声もすべて小沢さんが演じます。まあ、仮録音と言いつつももう一発で済ませたいんでね。そうですね、いつもこうなっちゃう。すごい原始的に止めようとしてるよね。出力、入力、スイスイ、チェックチェック、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、スイスイスイ、スイスイスイ。その声のする方に近く一回立ってみよう。立ってみます。その声のする方へ近づいていくと、パタパタと動く一羽の鶴がいる。雪のように白いその羽には一本の矢が突き刺さっておった。こーん、こーんと泣いて見えなくなった。すごく素敵です。その声のする方へ近づいていくと、パタパタと動く一羽の鶴がいる。これで一回まずはこのスピーカー大きい音量でも聞いてみないとね。その声のする方へ近づいていくと、パタパタと動く。いや、ダメだ。嘘、バレる。その声のする方へ近づいていくと、パタパタと動く一羽の鶴がいる。こーん、こーん、と泣いて見えなくなった。その声のする方へ近づいていくと、パタパタと動く一羽の鶴がいる。こーん、こーん、と泣いて見えなくなった。うん、こっちの方がいい。うん。違うんですよ。どこを変えたんですか？縦石横さんみたいな感じでやろう。でもなんかまろやかですよね。なんかこうこっちにおいでよって感じがする。情景が見えるよね。うん、難しいよね。録音ってちょっと大げさにやるといい感じに見える気はする。うん、そうですね。声だからね。声だけだから。わかります、わかります。キリがないの。こだわろうと思ったらいくらでもこだわりたくなっちゃう感じ、うんうん、こう、うん、でも今のだったらわざとらしくなりすぎる。一旦寝かせるのは大事だよね。うん、今語りの部分を取り終わって14時、2時間。いつもトータルでどれくらいかかるんですか？でもまあ丸1日。じゃあでも1日で終わらないというか、やっぱこう作業してたらまた気になること出ちゃって、あ、ここちょっと取り直そうっていうのでチェックして、で次の日も撮ってたりする。明日も多分来てるんじゃないかな、一人で。うん。